7月19日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK コージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です日本放送飯田浩二の OK コージーアップこのあと8時まで生放送ですえー 金曜日に放送を終えてその直後ぐらいに梅雨明けが発表されたという感じで,、はい、そ,でそこからはもう、なんかね <laughs> 真夏本番という感じでびっくりしましまたよね本当だよ。昨日の最高気温ですとあ<ー>あの北海道の十勝地方の足ロ町では37.5度を観測したそうです。度はい いや、もう、なんか人の体温であっても、高いじゃないって話だからね。本当ですよね。いやー、暑いよね。都心だってさ、三十、うん、度は、まあ、とっくに超えてって感じだよね。昨日はですね、三十三点二度、東京都心では観測してますね。いあぜ。あぜ本当にもうね。なんだこりゃという感じでありますが、<laughs> まあ、これ、本当ね、あのー。うん エアコンとか使いながら適度に、ねはいえー、体調管理していかないと本当に大変なことになるぞと、ね、昔みたいなこう我慢すりゃいいんだっていうような話でも,もうないので、ねえー、ゆっくりぼちぼち、今日なんか、ね、特に外仕事だよっていうような方も、ねね、聞いてらっしゃると思うんですけれども、うん、本当、ね、水分補給だけはしっかり塩分と水分と補給しながら、ねえー、やっていきましょう。うんでまあ、これだけ暑くなななるとです、ね、もうあープール行きいいってううよ少ししでも涼しい いいところを求めてというところなんですが、あの、コロナの影響でですね、まあ、プールに関しても、まあ、ね、営業をやめてるところもあるし、で、そうじゃなくてもですね。えー、人数かなり絞ってと<ー>、私の住んでるですね、まあ、東京の、こう、南の方の、えー。あたりなんですが、あの、クエーブルはですね、やっぱり、こう、抽選でっていう申し込み制なんですよ。<ー>で、あの、そうか、じゃあ、あの、行こうと思っても、なかなか行けねえないなと思っていたんですけれども。あのー、目ざとい妻がです、ね。 えー、隠れて実は応募していてそれがあの土曜日当たってるんだという話でお<ー>おー、マジかとちょうど雨分開けてこれ暑くなるからいいじゃないなんてね。 え、ことで、えー、いそいそとですね、もう、金、土曜、土曜日の、もう、ピーカンのですね、はい、えー、昼過ぎぐらいに、はい、昼の1時からの会に当たったて、これはよかったね、一番いい時間帯だよ、なんて言ってたんですけれども、はい、いやー、暑すぎてさ、ですよね。プールサイドがもう暑いんだよ。確かに。もう、これをコントみたいに、あちゃ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 なんて言いながら、<ー>えー、 木陰に行ってですね準備をして水に浸かると「ああこれはいいね」<laughs> というねもうあの何もせずにぼーっと水に浸かるだけという。 う話でしたけれれども、まあ、これがこう気持ちいいんだなっていう、ね、気持ちいいですよね。うもう子供はまたあのバチャ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 やりながらですね、子供もなかなかあの顔を水つけるのもまだ嫌だっていう感じなんですけど、<ー>ちょっと練習させながらですねうん、うんで、大半は遊んでということでよかったんですが、やっぱりね、あのコロナ禍でもいろいろね、進化するところは進化するんだなと思ったのが、去年、あの同じようにですね、やっぱりあのクエープールに行ってですねで、そんな話をここでもしてたんですけど、あの時はあの 体調を管理するシートを一、はい、人一枚同じものを書かせるということがあっていやこれはまとめた方がいいんじゃないのとかね、うんえー、ネットでやれたらいいじゃんなんて話をしてたんですけれども今年はですねどうやら一枚でよくなっていてうでどうやらそれも、あのー、現地で書くんじゃなくて、えー、ネットでダウンロードもできるんで、えー、書き込んで提出してくださいねみたいな感じになっていておこれも進化してるじゃないかとで、あのー、これもまた去年ここで愚痴ったと思うんですけれども。はい うん、往復はがきを用意してそれを書かないといけないみたいなあ応募するときになんて面倒くさいんだという話をしたと思うんですが今年はそれもなんかウェブ上のシートを書けばいいですよみたいに変わっててです、ね、やっぱり一つ一つ、で一個一個こう進化する部分っていうのはやっぱあるんだなというのを非常に実感するところと、まあ、あのコロナ禍で、ね、いろいろ窮屈なことはあるけれどもただ、まあ、なんとなくこう全部やめるみたいな風潮がここのところありますけれどもそうじゃなくって、うん こう工夫しながらですね、えー、やるっていう方法もこう根付いては来てるんだなというようなね、えー、ことも思いましたね。えー、そうやってねちょっとずつ前向きにやっていこうというふうに思います、うん あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお寄せください。えー、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時半過ぎからご登場です。まずは、東京オリンピック開催に伴う交通規制、警備体制について、えー、首都高のね、あの、1000円上乗せについては、えー、今日、 こう、先ほど。 始まったと十九、えー、日の六時からということでありましたんで先ほど始まったというところであります、えー、そして次第取り上げるニュースまずは、えー、とワクチンパスポートについて二十六日からの受付を前に発行テストが行われたというニュースそれから昨日行われた兵庫県知事選挙 APEC オンライン非公式首脳会議、えー、そしてアフガン政府と反政府勢力タリバンが和平協議開始というニュースでさらに七時四十分過ぎイスクープ アップのゾーンでは、えー、自民党総裁選について菅総理が出馬の意向を表明したというニュースも取り上げますさあ今週は番組の新しいグッズがプレゼントになります、はい、新しいグッズは、うん、コージーオリジナルスマホスタンドクリーナーですはい、はい、ツイッターにも後ほど写真アップしますけれども、うん、あのオンライン会議ですとか動画を見るときにスマートフォンですとかこうタブレットを立てかけるように、はい、あの使っていただければなと思っております色はですねもう東京オリンピックパラリンピック ですから、はい、金と銀となっております。金と銀ですよ。はい。あなたが欲しいのは、金のスマホスタンドですか銀のスマホスタンドですか <laughs> いやいや、ちょっと待った。た<だ>あなたは正直者です。<laughs> ただ、どちらが当たるかというのは、あの、来てからのお楽しみということで。指定、うん、はできません。はい、ごめんなさい。あの、どっちかが当たりますので、楽しみに待っていただければなと思いますし、ご応募ください。はい、え、番組オリジナルのスマホスタンドクリーナー、今週は毎日抽選で3人の方にプレゼントします。また、コージーアップの番組 番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオに長官各種入ってまいりました えー、今朝はもう週末が明けてというところなので、まあ、各種バラバラという感じでありますが、まあ、オリンピックを前にしてというところでですね、まあ、中の面を見るといろいろとこう、ねえー、選手への期待であったりとかこういうところで行うんだであったりとかですねあとびっくりしたのがあの大きな大ちのですね馬の写真が出てるある広告があって。あれこんなな時期にっったっけなもう宝 の終わっったただろうとか思っていたんですけれども jra 馬術って書いてあってそうだよなぁとこう馬術総合馬術であったりとかですねあと馬場馬術というねえー、ところあの四角いところで、まあ、あの障害をこう乗り越えてっていうような、えー、ああいうのもねオリンピックの競技でもありますんで、まあ、そこへ向けてなんていう高校が出たりなんかもしますがうーん。 あ,のまあ、ある意味、ねえー、不備をつこうと思えばいくらでもつけるみたいなところもあり毎日新聞はオリンピック入国風前のバブルということですね、まあ、昨日、確かに、えー、特にあの南アフリカの、ねえー、サッカーの2選手陽性が出たと PCR 検査で、えー、陽性が出たということで選手村に入ってるじゃないかみたいなことが言われますけれどもこれはあの新庄アナウンサーは実際に取材をしてきてますがあの隔離の、ねえー、システムみたいなものっていうのは相当 これ厳格にやろうとしてたんだよねそうですね私が伺ったところですと、まあ、選手村に入村して毎日 PCR 検査大肥での検査ですねを、うん、して陽性が出たら発熱外来というのが選手村の中にありましてそこの診療所で、えー、と鼻からこう検体を取ってもう一度検査して陽性であれば軽症の場合はホテルへ。 で重症の場合は病院へ、えっと、組織委員会が確保している病院へという、えー、段取りだったと思います取材した時はう濃厚接触者の方々はあ基本的に自室で待機というようなことも、はいまあ、管理はされているはずだということですもし、ね、ここで先週まで,で大規模なクラスターなどが発生したという場合になるとそれは管理が点点ということになりますけれども陽性者が出たぞというのをです、ね、こういちいちこう出てくるというのはいやあのそこ から先の対応が問題なんじゃないのか、むしろっていうふうには非常に思うところでもあります、えー、東京新聞は被災地、食材の発信看板倒れというふうに選手村の食堂で産地が表示されてないじゃないかみたいなところが、えー、出ているようでもあります、えー、さあそんな中でですね気になる記事としてはあ産経新聞が、えー、これ社会面で載っけてるんですけれどもあのー オリンピック、いよいよというところで、えー、ボランティアの人たち、まあ、あの、都市ボランティアだとか、大会ボランティアだとかね、たくさんの人がこれも関わるぞっていうのがね、前々から言われておりましたけれども、えー、その支給されたユニフォームなどがフリマーサイトやオークションサイトで転売されてるということ、結構ね、大きく報じております。えー、五輪ボランテティア転売続々制服支給品なまし警戒とということで、えーま、さにここでさにの指摘テロ対策など セキュリティ上の懸念が生じているぞと。 うん、いう指摘があ出てきております。まあ、ID カードだとかが、あまあ、これはあの、ね、えー、オークションサイトとかは別ですけれども、ID カードなんかが SNS に投稿されていて、その仕様などがね、えー、細かく見られるような、まあ、最近はあのスマホでカシャって撮っても結構高カ度の、えー、画像になってしまうので、えー、そういうところで、えー、出ているものってまあ不用意にかもしれないですけれども、そのー ID カードの写真に関してはね、えー、こういったことが 実はテロ対策の懸念になるんじゃないかという指摘があります。で他方、確かにあのこう実際に、ねえー、オリンピックでボランティアをやろうという人に、まあ、聞いてみたんですが、まあ、あの基本的にこの制服だけで、ね、セキュリティチェックを通されるみたいなことっていうのは、まあ、あの基本的にあり得ないとアクリテーションカードといいますが、えー、身分証のカードをこうみんな、ね、首からぶら下げてますけれどもそれとのこう一致でもって、えー、基本的に管理をするから、まあ、あの基本的に 的にこういきなりそれでこれだけで突破できるというようなそれほど脆弱なシステムではないぞということは言ってましたがこの記事で指摘しているのがですねまあ平時はそれでいいかもしれないとただし、その有事の際え実際にじゃあテロなどが起こった時にえユニフォームを着ている人が正規のボランティアかどうか確認する手続きが必要になってくるとえこれはあの日大の危機管理学部の福田充教授が指摘しても、ます。 まあ、被疑者がどうかをこう切り分けるであるとか、あるいはここの人がリスクが少ない、この人はリスクが高いみたいなことをこうこう切り分けて全体を安全にするときに、えー、制服っていうもの、まあ、パッと見てわかるっていうものがまあそういうときに役に立つんだけど、それがあ毀損されてしまっているんじゃないかという指摘であります。ででままああああののここうういいったことととは制服であるとか、まあ、支給品が、えー オークションサイトで出回るというのは、まあ過去にもいろいろ例があって、例えばその国勢調査のね、えー、時の手下げ袋などが、あ転売になってと、まあ国勢調査ですって言ってこう来ると、まあで、国勢調査やる人はこういうこう制服を着てますんで安心してくださいねと、で、あのー、お宅訪問をしてなんていうことで、それあこう国勢調査の人だったらって言ってこうガチャってこう玄関開けるみたいな、えー、ことがね、えー、その信頼性みたいなもんでも他に成り立っていたんですけれども、これがこう転売されて いたということで、えー、あの当時は総務大臣が記者会見で、えー、取り下げ要請をしたりだとかとこういうことがありましたけれども、今回の件もこれあのー、まあ官房長官もね会見で聞かれて、えー、有識事態であるというようなことを言っているようですけれども、まあそれこそですね、あのー、こうね、えー、坂和さんに向けては事務連絡で、えー、何かあの卸しに対して圧力をかけたりとかができるんであればですね、こういうこともこう事務連絡できちっとこのーオークションサイトを運営して する会社等々に、おこれ転売許したら許さんぞこちらがという姿勢はこれきちっと示さないといけないだろうし、まあこれあのどういうこう法律でもって規制ができるのかっていう分析がネット上様々されてますけれども、まあその中で、えー、まあこれ支給品だからそれをこう金にするってことになると、まあ暴利罪になるんじゃないかというような指摘があると、まあ売り主はね。で、えー、買い主もそれがあのー、う一般には売られてないものであって、えー、不正にこう出されてるぞっていうのが分かった。 上で買うということになるとそれもまあ横領罪に当たるんではないかという指摘があるんですがいやこれそうじゃなくて でまあ、本来であればこう治安とかです、ね、安全保障上の何か法整備というものでできないもんかねと、まあ、これがいちいち横領罪でってなるとこれ証拠固めてってかなりこう時間かかってしまうし、えー、オリンピックは何しろ始まったら2週間で終わってしまいますから、まあ、そこの部分を考えるとこれ迅速な対応が必要なんじゃないかということを思うところでもあります。ここが気になるでした ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お,ますはい、お願いします。 さあ,あまずはこの時間は東京オリンピックに関する交通規制と、まあ今日先ほど6時からですね、えー、首都高、夜10時までは1000円、えー、上乗せというのが始まりました、ロードプライシングというものだそうですはいまあ無観客でやるということでね海外からもほとんど人が来ないので、はい、果たしてこのね必要があったのかどうなのかって不満を持っている人が多いと思うんですけれども <laughs>、えー、まあとはいってもですねあのスムーズな移動といったらいいんですか。ら もともとね、昭和の東京オリンピックの時には、ですねあのと言が作られて、えー、代々木からですね改革、はい、会場にスムーズに回るようにという形で交通整備が行われたということで、じゃあ、令和の場合どうなるのかということで、まあ、新しいですね仕組みといったらいいんですか、はい、やっぱりロードプライシングって今、出てきましたけれども、えー、これが有効なのかどうなのか。 っていうところを確認しようとしてるんだろうなって、私は思いますね諸外国では、都市部にね、はい、え過度に車が流入しないようにであるとか、うん、あとはそれこそ CO2 の削減に効果があるんじゃないかみたいなところで、このロードプライシングをやってるところもありますよ、ね、ねだからあのデータを取るといったところもね、<ー>え一つ目的があるんだろうとっていうかです、ね、そういうふうに私は聞いてるんですね、はい、あそうなんですねですから、警備体制もそうですよね。はい、先週ちょっと 曜日ですね。あの地方で仕事があるために、羽田空港を利用したんですよ、そのにあに警官隊が来て、ですねいろいろと打ち合わせをしてました、実際に警備に入るんではなくて、どういう体制で、どういうところをチェックしていくのかというところですね、そういう下見および打ち合わせというのをやってて、ですねそういった点でいうと、羽田空港だって、そんなに利用客が増えるとは予想されないんだけれども、これを機にですね、 じゃあ、その警備体制、例えばテロに対してどう対処していくのかというところが、ですね、まあ、このオリンピック・パラリンピックをきっかけに、ですね全部チェックしていくんだろうなと、そんな気がしますねなるほど、平時にいきなりこの警戒レベルを上げてみたいなことをやると、<え>何が起こったんだっていうふうになってしまうのが、ええ、ここのタイミングとったら色々、いろいろ。 試すことができる、まあ、日常風景ですよねですからあのえ、警備だってえ、各都道府県警から、まあ、もちろん東京でやりますからね、はい、警視庁に行きますけれども、うん、あのやっぱり。 あの背中のですね表情を見てると、えーはい、警官隊の、ですねもういろんなところから来てるっていのが分かりますよねそうですよね、えー、私もこの間、下関ナンバーの警,官警察車を見ましたお、ここから山口からも来てるかってはい、はい。だからウォートフロント、有明、ね、お台場なんかを回ってると、ですね、えー、やっぱりそれ、相当目立ちますよね、かなり早い段階から入ってきてますよ、2>, あ<ー>2、3週間前から。 これはもちろん、そのノウハウの共有というのもあるわけですかね。そうですね。あの、指揮系、あと指揮系統のね、えー、あの、チェックっていうのもあるようですね。えまずはあ、オリンピックに向けての、まあ警備体制、交通規制などについてでした。えー、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。 さあああ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願い,いしますメールやツイッターで様々ご意見いただくんですが、うん、ヨッシーさんツイッターです、はい、プロ野球が休みだからおじきも穏やかなしゃべりい,、ね、いやなんかね、えー、前半戦終了間際もうイライルイライルしちゃって <laughs> 早く終わる早く終るって言ってね、うん <laughs> いやこれがなんとか守位で守 <laughs> 位で弾弾、えー、して,して <laughs> いやいや後半戦にね望みをつないだっていうことで <laughs> 本当にねでね,ね<ー>しかもねオールスターゲームではね通<ー>ってる秋の一発もさあ梅ちゃんもね出るし梅ちゃんでした、はい、<laughs> えー、そしてですね、えー、今朝のデイリースポーツですが、うん、青柳先発も ううおららららら侍ジャパンのすごいねいやー、これはちょっと楽しみになってきたね、野球を応援したいよね、本当,、ね、<laughs> 本当ですね、金キ,キーマン、稲葉監督指名、典型的ゴルフピッチャー、中南米の国はタイミングが合わないというふうに書いてますよ、これ、あうん、確かにあの結構、下手投げとか目先変わると、うん、こうやってなって打てないっていうのはあるらしいですもんね。ね でまたねこれをね、えー、活躍してもらえば後半戦につなげられるってい,ういや本当ですね、うん、そこになんとか望みをつないでというところでね、はいえー、日本奏でももちろんサムライジャパンは全部と全部やるのかはいいうことでございますんでぜひいいお聞きいただければと思いますその青柳さんのね、えー、勇姿と聞き逃せないね <laughs> 聞き逃せないですね えー、それからあ千葉市川の清姫さんからメールいただきました、うん、労働プライシング始まりましたね、えー、新幹線や、えー、飛行機だと時期によって値段が変わるダイナミックプライシングというのもありますが、あ<ー>まあこういった考え方、今後も拡大していくんですかねと、えー、同じもんでも都市部と地方で値段が違うなんてのもありますよねと、まあ、どの程度の成果が出るかですよ、ね、う,んうん、まあそうですよね、これ、値付けを変えるのが目的じゃなくって、その先に成果があるわけですよね、はいはい、ね混雑の解消だとか。え えー、ということで今日からねオリンピック絡み規制も始まっております、えー、交通情報ぜひラジオで情報を取りいただければと思いますここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく 東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますでは七時台最初のニュースはこちらですワクチンパスポート二十六日からの受付を前に発行テスト海外に渡航する人のために新型コロナウイルスのワクチン接種を証明するワクチンパスポート その受付が今月26日から始まるのを前に全国の自治体では証明書の発行テストが実施されています加藤官房長官は現時点では証明書の国内での利用は想定していないとしています、えー、発行に向けて準備が進められていると当面は書面で発行 将来的には電子書面もということだそうです、うん、まあ、もう最初から電子書面って言ったらいいのかな、デジタルにしてほしいですよね、えーまあ、そうしないとです、ね、またこの発行をめぐって、いろいろとトラブルが起こりそうなそう、ね、予感がしますからね、はいでまあ、経団連としてはね、えー、早くこれを発行して、経済活動の再開というかです、ね、平常運転に戻していきたいと、うんで、加えて、やっぱりどうなんでしょうね、これ、ワクチン接種という点を見ていくとね、はい、あの先進国と言われているイスラエルでも、 接種率6割から上が、なかなか上がっていかないと、そうですねやっぱり打つ、打たないっていう人が二極化されてるのかなと、うでそうするとなんかのこうインセンティブをね、与えるっていうのが、結構いろんな国で行われてるんですよ、はい、特に若年層、若い層にですね、なかなか接種率上がっていかないっていう悩み、どこでも共通で書か,かえてね。 だからそういった点でいうと、えー、このインセンティブ的な使い方、私はできるんだろうけども、それやると、今度なんかこう、えー、差別みたいなね、はい、えところも出てくるというので、相当政府は慎重になってますよね、そこはね、それこそ大規模なイベントの,の会場などでこれを見せればみたいな話っていうのが、反、うん、として浮上してきたりもしますけれども、うん、まあ公がそれを推すっていうことになると、ちょっと違ってくるということなんですかね。うん、私は でもそれやるべきだと思いますけどもね、まあラジオ聴きのさん、どう思ってるのかね、ちょっと聞いてみたいところではあるんだけども、ただやっぱりこう、ワクチン接種に対して、懐疑的な人たちっていうのかな、否定的なっていうのかな、はい、たくさんいますからね、じゃそこに対する配慮というのはどうなるのかっていうね、うところになってくるんだろうと思いますし、でもう一つやっぱり、この。 えー、やっぱり秋に、ね、間違いなく解散・総選挙がある中で、はい、とにかく今、政府、安全運転、うんね余計な波乱を起こさないようにということで、はい、やるべきことが何もできてないっていうところがあるじゃないですか、うんだかそこを、ね、ちょっと、ねなまあ、あのリセットして、ですね、えー、あのどうあるべきかっていうのを、ね、議論してほしいなと思いますけどね。そ、まあ、そうですよね他方その お客さんを例えば、じゃあ、迎え入れる飲食店であるとかからすると、そのワクチンパスポートの使い方によってはこう安心だとか、そういうところの担保にもできると、それをこう差別と取るのかどうなのかというところにもつながっていくと思うんですけれども、あ,ある意味の社会情勢とのバランスみたいなことになってくるんですかねねだからね、それこそ、分科会のですね尾身会長が、今、緊急事態宣言を出して行動抑制することで、 まあ、感染者の、ね、減少を図るっていうのはもう無理だと、うそういう時代、次元時代じゃないみたいな言い方もあ,、ね、ありましたよね。はい、だとすると、何をやるべきなのかっていうと、一つのヒントはここにあるんじゃないかなと私は思いますけどねうんそれから、まあ、今回、これ、海外渡航者向けということなんですけれども、海外に行くことを想像すると、まあ、行った時はそは相手国に対してワクチンパスポートを見せて通れるんだったらそれでいいなと思うんですけど。はいうん でも帰ってきたとき、やっぱり2週間隔離だとなーっていうふうに、そこは当然ね、ワクチンパスポートを持っている人は、ええその、その2週間隔離のルールから除外っていうのは当然考えるべきだと思いますけどねうんなんかね、実際の仕組みとして考えると、当然そうだと思うんですけど、<え>そこのところって聞こえてこないんですよね,ねだからそこを踏み踏み出すと、国内利用っていうね、はい、うえところをねあの広、広げてしまうってことになるんでしょうね。 なるほどね、うん、そことつこなげられちゃうから、ええ、あんまり触れたくない、今までその水際対策に関してっていうのは、いろいろ言われてきましたけれども、<え>まあ、ある意味、これは切り札にもなってくるわけですかねねそうです、ねあのー、ですすから、まあ、とはいってもね、ええ、ワクチン接種といっても、いろんな国が製造したものがあって、その中で、ね、横一線で全部同じっていうふうに扱えるのかどうかっていうのも。 一つ問題点としてありますよね。まあ海外事例見ると、えー、じゃあ例えば中国製のワクチンの中には、えー、打ったけれども感染し、そして亡くなる人も結構出たというようなものも報道されている。まあ効かないって言われてますからね。<laughs> ええー、それを同列に扱えるのかっていうね。えーうんえー、ワクチンパスポートについてまずは七時の冒頭でした。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。 兵庫県知事選挙自民・維新推薦の斉藤元彦さんが当選20年ぶりに新人同士の争いとなった兵庫県知事選挙は昨日投開票され無所属で自民党と日本維新の会が推薦した斉藤元彦さんが初当選しました引退する伊藤利蔵知事の後継として支援を受けた前副知事の金沢和夫さんは敗れました 斎、えー、藤さんは前の大阪府財政課長ということであります。はい あのね、20万票以上差をつけたんだそこの時点が、はい、え私、非常に驚きなんだけれども、これね、あんまりね、えー、この選挙結果について、マスコミがほあの指摘しない点がありましてね、ええそれ、一体何なのかというと、ですねよく言われているのが、はい、あのこれまで兵庫県政っていうと、ですね、あのー、知事から副知事への、えー、交代っていうのが前提になっていると、それが途絶えたという指摘はね、マスコミするんだけど、そうじゃないんですよ。のの知事っていうのは代々ですね、うん、旧実証がずーっと ずっととこ、えー、これをです、ね、固守してきたところなんですね、えー、あのですから、あのーね、前知事も井戸さんもそうですし、はいえー、金沢副知事も、それ含みで旧事今の総務省が送り込んだ、そういう人物だったんですよ。で、それに対してね、どうなんでしょうね、はい、結果として県民がノーだと。えー いうい、ね、うんえー、回答を突きつけたというところが大きいのかなとで、実はですね、はい、この井戸さんっていうのは、絶対権力者っていうところもありましてね、えー、もうね、井戸さんの、ね、顔色を伺うように、えーね、県の職員は全部仕事をしてるっていうか、えー、県議会の議員も顔色を伺ってたっていう側面が強いんですけれども、うんまあ、それに対して金沢さんが非常にこれ、常識的な人でね、うん、この方がほとんど県政を回してたと、私はなんとか取材しよことありますけれども、人間的には非常に悪い、いい人,いい人ですよ、金沢さん。 ただ、ですねその硬直化したっていうのかな、やっぱり20年もやるとそうなるのかなと思うんですけども、はい、ですからあの、非常にですね、えー、なんて、小回りが利かないっていうのかな、はいえー、そういう県政だったんですよ、えー、だから的確に、えー、すぐ動くことができないというね、すべ、はいえー、て井戸さんの、井戸全知事の了解、了承を取らなきゃならないみたいなところがあったものですから、まあ、なかなか前に進んでいかないと。ここのコロナ禍だととそういういろ問われますもんね、えー あのただ、その一方で、もう一つ驚きというのは、はい、やっぱりあのそ,それとなくですね影響力、うん、隣の、えー、兵庫県にも影響力を持っていた、うん、え維新の会が、ですね、はい、とうとう兵庫県にも、えー、大きな。 えねえー、影響力を持つようになったっていう点は、私もここもちょっと一つ注目ポイントかなと思いますけどねあ、まあ、よくその大阪維新の会がまあ母体となりますが、この維新は結局、大阪、近畿というよりも大阪府内だけなんだみたいなことをこう指摘されたりなんかもして、えー、その周りは選挙もあんまり強くないんだよみたいなことも言われたりしてましたけど、えー、これは大きいですか、やっぱりっ。 あの、大阪府大阪市と、兵庫県って結構ギクシャクシャ関係にありましたから。はい、ああ、あの、ね、1回目の緊急事態宣言とかの時も、ええ、ね、えー、じゃあ大阪との間のこう交流をどうするみたいな話とかって結構ね、ね、ええ、いろんな議論ありましたよね。で、なおかつですね、あの、近畿のですね、ええー、まあ、県知事会の中では、はい、あの、ずっと井戸さんがですね、トップ務めてましたからね、うんうん、広域の。ああ<ー>、ね、なるほど。はい、広域連合の。はい、ええ。 うんだからそういった点もあって、ですねちょっとそのその辺の,、ね、あの近畿2府、えーね、あの4県での中でぎくしゃくしたのが、かはい、まあ、一気通ん通っていくのかなと思いますけその辺んそうすると、広域行政も、まあ、あのやりやすくなっていくメリットもあるということです、ねえー、そうですね、だからそこらね、あの維新が主導するのかなっていうね。 あそ,その辺りでちょっと見えてきたなという感じがしますよね。で、もう一点ね、やっぱりね、あの、そういった意味で言うと、旧実証の知事、えー、そして、えー、それとですね、県議会がもたれ合うようにして、好き勝手に県政を動かしてきたっていう側面が、いや、楽だし、やりやすいから。それがある種、うね、こう、緊張感が出てくるのかなと思いますよね。<ー>金沢さん、あの、県議会議員のほとんどが応援したんで、 その辺でいうと、えー、自民党の、ね、県会議員がほとんど応援したということもあって、はい、それがちょっと、えー、逆の関係になりますからね、今度うん、まあ、よく地方自治は二元代表制だという話がありますが、はい、そうすると、まあ、知事とそして議会というのは、まあ、ある種の緊張関係をもともとこうはらんでいるところがあると、ええ、まあそこにこう、まあ、ある意味、原点に立ち返るような、ええ、それでこう政策が切さたく磨されればいい,っていうところでそうですね。だから あのー、そういった点でいうと、です兵庫県勢にとってみると、はい、やっぱり20年ぶりにあるべき姿に戻ってきたのかなという感じがしますよね、で実はですね、はいえー、前回の知事選挙の時に、それを訴えたのは和雅彦さん亡くなられたねそうでしたよね。えー 勝谷さん本当都市区圏というところから挑戦していきましたもんねあの時に兵庫県政の問題点をあらわにして結果的に敗れたけれども、はいうん、あの時に前種が今回刈り、うん、取られることになったのかなと思いますけどねうん。ええー、まずはあ兵庫県知事選挙についてでしたでは続いて二つ目こちらのニュースです APEC オンラインで非公式首脳会議を開催 21の国と地域が参加するアジア太平洋経済協力会議 APEC は16日夜オンラインによる非公式首脳会議を開催しました共同声明では新型コロナウイルスのパンデミックに対抗するためワクチンの供給・製造の拡大に取り組むと発表しました えー、今回の非公式会合は今年の議長国であるニュージーランドが、えー、経済回復を加速させるために必要と提案し急遽ょ開催が決まったものということです。ははいい、あのー、やっぱりこれ 経済協力会議なんですよ、はい、一番経済成長性の高いアジア太平洋地域でねどうやって経済成長させていくのかっていうところがそもそも原点であるわけでですからそういった点で言うとね、はい、そのある意味でその両岸のと言ってるのかな米中が結構ね、ええ、標速が合ってた時に。 ねえー、関係が良かったえまに、あ、スタートしていってる中でね、やっぱりそこからもう一変しましたよね、えー、もう完全にデカップリングっていう,、ねうえー、方向に今、動いてますから、そういった点で言うと、今後、この APEC で、えー、何かこう、えー、足並みを揃えてね、物事を決めていくとか、えー、同じ方向性目指していくっていうことよりも、 このね、衝突の場所になっていくでしょうね、うの両陣営の今回も、まあ、その新型コロナの、ね、ワクチン供給、生産、拡大、推進というところが共同声明には入りましたが、ね、これ、議論を見ていくと、中国は一帯一路を主張し、ではいはい、アメリカは自由で開かれたインド太平洋と、うん、ここら辺もやっぱり、須田さんご指摘の通りぶつかってますよね,ねただ、中国としてはちょっと今、選択されていて、ええ、いよいよ その一帯一路構想の負の側面といったり、かねてから問題が指摘されていた、うん、その借金付けにしてみたいな、えー、ところがです、ね、はい、いろいろとほころびが出てきている中で、はいでまあ、そういってみていると、アメリカ中心と、それに石川が。 構成を強めていこうと、これから強めていこうじゃないかというところの,、うんまあ、の APEC になというふうに位置づけられるのかなと思いますけどね。<laughs> うん、ただ、えー、だからといって、ですね、はい、じゃあアメリカがそこで主導権、ね、を握れるのかというと、そこもまた苦しいところでね、うん、じゃあ、その一帯一路構想、特に発展途上国からすると、ですね,、はい、あのねインフラは整備してくれるわ、お金は出してくれるわっていうんで、非常にですね魅力的なものに移っていることは間違いないんですよ。はい 中国からの資金がそれに対して、やはり、えー、西側っていうのは、そのマーケットメガネズムで動いてきますからね、ただ単純に支援とか援助という形で、うん、っていうわけにはいかないから、はい、さあ、その辺で、えー、どう攻め合っていくのかっていうところだと思いますけどねうん、まあ、その辺で、しかもね、政治体制だとか、うんまあ、あるいは人権の状況というものも、勘案しながらお金をどう出すかっていうのをこう決めていく西側に対して、うんまあ、中国はそこにはこう何も言わないわけですもんね。うん だから問題なのはね、ね、うん、そのルールの統一ができてないんですよ、うんもう中国っていうと、ですねやっぱりこの、えーまあ、西側が決めた、はいえー、ルールに対して、えー、完全にそのルール守らないっていうのかな。 そのあれ意味でチャレンジャーとしてル,そのルール破壊っていうところが、うんはい、<laughs> 一番大きな眼目を置かれてるから、うん、だよくわれわれ貿易と投資の自由化を推進するといいもい,いったりもい,いったもんだなとだからそのためにはです、ね、統一されたルールというのは必要なんだけども、はい、そのルール守らない中でそうすると、ね、やっぱり、ね、その一帯一路構想の末路じゃないけども弱肉強食的な、ね、やったもん勝ちみたいな,強,な、うん、強い馬が勝つみたいな。 まあ、そのノウハウを盗んじゃだめだよであるとか、さまざ、あ、まなこうルール、まあ、WTO なども作ってはいるんですが、まあ、あの守りますって言って入ってきて、結局、守らないいいうのが多いとだからその辺で言うと、この APEC の中で、はい、さあ、このサプライチェーンのこう再構築というのがね、えー、どういう形で今後進んでいくのか。 もう完全に今、中国外しで動いてますから、アメリカ中心にね、うん、まあ日本もそこに入ってきてますからね、でも全体の流れがそうこうなってきてる中で、えー、じゃあ日本企業もそうだし、どう意思決定していくのかっていうのは、うん、まあ今までみたいに間に立って、両方おい,お,いおいしいとこ取りっていうのが、もうできないできないですね、アメリカがそれ許さないから、今。うーん、えー アパレル業界などがかなりやり場に上がっているところがありますが、もうそれだけじゃないってことですか、まあ、あ特に問題なのは IT というか、ですねその IoT に関連するその業種というのが、もっともっとアパレル業界の日ではないですよ、はい、そこに対してのデカップリングというのは、もう強烈に進んでいきますから。はい、以上おはようニニュューーーーーススネットワワクででしたえ続いてて教えてニュースキーワードです アフガンン政政府府と反政府勢力タリバンが和平競技を開始アフガニスタンで戦闘を続けるアフガン政府と反政府勢力タリバンの代表団が17日カタールの首都ドーハで和平に向けた協議を開始しました和平プロセスを主導する国家和解高等評議会のアブドラ議長が速やかな停戦を呼びかけております まあアメリカ軍が9月をこう目処にしてというか8月末までで完全撤退という。 これに対していろんなハレーションが起こっていて、先だっての上海協力機構といったんですか、中国、ロシア、そして中央アジアの国々とやっている協議体なんですけれども、そこでも米軍のアフガン撤退が大きなテーマというか、問題点をなりましてね、要するに、一言で言ってしまえば、アメリカ軍撤退するなと。 中ロがそういうふうに言いない <laughs>、えー、勝手に撤退するなんて無責任だみたいなね、あ<ー>えー、何を言ってんだろうみたいな <laughs> 中ロからしたら、抜けていくプレゼンスが減ることでいいんじゃないかと思うんですが、そうじゃないで、ねえー、でどうしてかというと、ですね、うんえー、中国にしてもロシアにしても、特に、えーね、中国について言えば、隣接する新疆ウイグル自治区に関して、ですね、はい、やっぱりそこが不安定化するんじゃないかというね。 え恐れと言ったりんですかっていうのは、アフガニスタンの北部というのが、やっぱり、うんはい、反政府組織、ゲリラであったりとか、テロ組織のですね温床、うん、自体になっているというような指摘があって、ですねつまりそこからですね、えー、新疆ウイル自治区に対しての働きかけというか、ですね、うん、工作が行われているというふうな、そういう認識、だからそこは、ね、安定化してもらわないと困る。ロシアも同じような、えー、ね とはいっても、ですねじゃあ、アフガンから撤退して、うん、そういったあの例えば、ね、中央アジアの国々に、米軍が駐留するのはどうかと、これについてはロシアは反対と。ああ、なるほど、えー、自分たちに近いところに来るのは困ると、えー、困るとあのだから撤退するので、中国が言い出してるのは、じゃあ、アメリカはもっとね、はいえー、アフガニスタンに対して投資をしろと、金を出せと。 いいうよううよな、はい、言い方をし始めててるっただね、私は思うんですけどね、えー、やっぱりこのアメリカがアフガニスタンに介入し、駐留ううしていたことによって、うん最も恩恵を受けてたのは、その周辺国じゃないのか。 だそういった点で言うと、うやはりあのなんていうんですかね、はい、フリーライドと言ったりですか、えー、ただ乗りみたいなね、そうえいう側面が色濃かったのかなと、まあ、そういった点で言うと、あのバイデン政権がです、ね、完全撤退と決めたのは、もちろん米軍は反対ですよ、えーえー、ペンタコンは反対してるけれども、そういう点ではです、ね、えー、外交という点ではね、はい、あるいは、えー、中ロに対する牽制という点では、まあ、比較的これ、いい手だったんだろうなと。 思いますよ、ね、うよん、ええ、これ、やっぱりこうアメリカがそこに釘付けになっていることで、身動きがあまり取れなくなっていることで、中ロが、まあ、好き勝手やれるっていう環境だったわけですかしかも中ロの安定にもつながってたと、あ国内の安定にもつながってたと、うん。アメリカが撤退することによって、アフガニスタンが不安定化することによって、それが、えー、中ロにも影響を与えるというね、状況に対して、いちゃもんをつけてきた。 じゃあ、中国がそこに介入し,しても泥沼になることは明らかだし、はい、ロシアは過去、ね、を、ね、持して、ますからね1980年代、79年ぐらいから、えーまあ、アフガン侵攻ってありましたよね、えー、結果的にあれがソ連を崩壊させたとも言われてますから、ここは手を出したくないと。えーでまあ、この先 うわこうどうなっていくのかっていうところで、まあ、アメリカはでもこれ、撤退の方針はもう変わらないわけですよね、変わらないですねだからアメリカとしては、ですね、うん、まあこれはじゃあ、喜んでいいのかっていうと、必ずしもそうじゃなくて、はい、アメリカとしても、これをきっかけに、ですね、うん、まあ世界の警察官っていうね、称号というか、ですねそこからはちょっと引いていこうと。 というのが、鮮明になる一つの撤退戦ですからね、その部分を要するにアジア太平洋地域にシフトさせるというのがアメリカの戦略ですからこれはある意味、21世紀に入ってから始まったテロとの戦いから、またシフトして。 そうです、ねうん、だこのアフガン撤退をもって、そのテロとの戦いが一応終結というね、ピリオドを打つという、<ー>そういう位置づけですから、だからまあ、どうなんでしょうね、アメリカとしてはある意味で高みの見物を決め,こと決め込むことができるのかなと、できれば、えー、中国をねそこに引きずり込んだらね、はいえー、いいんだけどなってぐらいの感,想でし感触でしょうねうんこれね、ねあの8月末までにっていうことになってますけれども、これはやっぱり。 九月十一日という日付が意識されてるわけですか。そうですね。だからその先ほどね伊田さん言われたように、はい、えこの二十年経ってようやくこれが集結すると、いうところになるんだろうと。う 思いますけどねうん、まあ、そして、まあ、中国としてはそうすると、まあ、例えば、新疆あたりも含めてこう不安定化していくとなると今までのように南シナ海にこうどんどん出るとかっていうのがやりづらくなったりしますすかねねそうです、ね、だから、えー、一つですね、うん、あの中国にとっては頭の高い問題がここで出てきてじゃあ、そこをどう対処していくのかと。 いうところ国境を接しているだけにです、ねえー、出てくるんじゃないかなと思いますけどねまあ一帯一路の沿線国でも一応あるわけですよね、えー、でもそんなにお金は突っ込みたくないわけですかで加えて、ですねあの国というのもやっぱり、部族の集合体みたいなところがあるし、地理的にも山岳地帯が多くて、ですねやっぱりじゃあ、中国としてもどう扱っていいのかっていうところがあるんじゃないかなと思いますけどね。 いろんな国の大国の思惑が絡み合ってる感じがします。はい、えー、今日のキーワード、アフガン、タリバンの和平協議でありました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。真夏の会談風にしていました。自民党総裁選、菅総理が出馬の意向を表明。 菅総理大臣は17日、テレビ番組に出演し、9月末の人気切れに伴う自民党総裁選について、総裁として出馬するというのは時期が来れば当然のことだろうと、再選を目指し、立候補する意向を表明しました。 まあ、9月末だろうと言われていますんで、まあああ、早い表明じゃないかというようなことも言われてますが、はいまあ、出馬をするっていうのは、まあ、当然の流れなんでしょうけれども、ええで、これが結構大きなニュースになってるのは、どういう意味なのかと、人気のない菅総理が、です支持率の低い菅総理が出ること自体が、ね、驚きなのか、なんかよく意味がわからないんですけれども <laughs> あの、ただですね、今回ね、この総裁選が9月末、総裁任期が切れるのは 9月末、はい、そして、えー、ね、衆議院議員の、えー、任期がですね10月21日。はい、さあ総裁選をやってから総選挙なのか、えー、総選挙が先に来るのかっていうね、つまり場合によっては総裁選を先送りみたいなねえところも、そのあたりのですねスケジュール感がまだまだ見えてきてないなという感じがするんですよ。えー、で、ただそういった中で、はい、え今どういうね、えー、もあのー、いうことが永、えー、田町の噂で出てきてるのかっていうとですね、はい、やっぱりあの東京とい 議会議員選挙大惨敗ですよ自民党は政権交代が起こった民主党や政権が移った土地のです、ねえー、東京都議会議員選挙の、えー、獲得議席数よりも大きく下回るような、ね、議席数でしたから、うん、これはもう大惨敗であることは間違いない、本来だったら自公、えー、で過半数以上取って、弾みをつけてっていうね。 ところだだったたんだけど音は外れた、うん、こ,こでね、結構ね、解散・総選挙戦略にも微妙な影響というか、影を落としつつあってですね、うん、まあ当初は10月、つまり、えー、9月6日ぐらいに、臨時国会を開いてね、うん、パラリンピックが終わるのは、うん、9月5日ですから、6日ぐらいに、えー、から臨時国会が始まってで、補正予算を審議成立させて、うんえー、その予定を買って解散に打って出る、つまり10月に、えーね、投開票日が設定されると。 いうような流れだったんだけども、この東京都議会議員選挙を受けて、ちょっと戦略がどうも変更されそうな攻撃になってきて、今、びっくりするようなね、はい、プランが浮上してきてるんですよ。それ一体何なのかというと、です、ねええ、10月21日、任期、はい、満了ですよね、に,この日に解散 なるほど21日解散、これはね、奇襲、奇策なんだけれども、憲法違反にはぎりぎり引っかからないのかな。なならいいととうことですよ、ね、本来やるべきような、やるべきことではないんだけれども、うん勝つためには何でもありみたいなところでね。はい まあ、10月21日解散で、そうすると当然、投開票日は11月にずれ込んでくるというような状況になるわけなんですけども、それもですね、できるだけ、あの、期間を先送りしてですね、まあ、言ってみればワクチン接種の接種率も上がってくるでしょうし、ええ、まあ、あの、景気ので、回復も、あるいは景気対策なんかもですね、はい。ええ、打てるという、まあ、時間的な猶予を得ようという中での、この10月21日解散というね、 のが今浮上してそうすると、そこを前提とすると、当然前に総裁選があるわけですから、そこはですね、その党内構想の中で、まあそらくですね2回バーサス安倍、麻生というね、その構想の中で党内構想を行われて、むしろ総裁選人事よりも幹事長人事です、ここは。幹事事長人なるほど。つまり総裁を誰にするかということよりも、要するに党三役の中の幹事長、この攻め合いが。 起こるんじゃなないいかなと思いますけどね二階さんをそのまま続投なのか、ええ、別の人に変えるのか。というよりも、二階さんが続投なのか本人辞めるつもりも全くありませんから。ええええ、今までもいろいろ取り沙汰されたことは確かにありましたよね、ええ、あの岸田さんが幹事長になるんじゃないかみたいなことが言われたりとか、いろいろあった時も、まも、二階さんはこうそこをこういち早く安倍支持みたいなところで平定したりだとか。ええ まあその辺のテレンテクダってのはすごいうのね,ねえだからその辺でね、まあ、そのその今、飯田さんが言われてテレンテクダの方が勝るのか、はい、で数にかさきて押し切っていくのかというところのぶつかり合い、だからそのあの総裁が誰になるかよりもですね幹事長人事を、ね、注目してもらいたいなと、うん守りきれるかどうかというね。 でそれに対して、いろいろ動きが起こってきてますよね、山口では、林さんがね山口3区に立候補表明、河村武夫さんっていうね、二階派の重鎮を追い落とそうと、これ、本当にそのまま選挙になれば、おそらく林さん当選ですから、だからこれ、70歳超えてますからね、いそうか、なるほど、比例重複できない、比例名簿にも載せられない。 だからそこは特例扱いというね、二階さんのご案がなるのかどうかっていうところもありますしね、んうん、で加えて二階さんの足元の、はいえー、自分の選挙区に、えー、場合によってはこの世耕さんがね、和歌山、和歌山世耕弘輔さん、もともと参院の和歌山選挙区で、である。ら替えー、蔵ですよ、ここもこ,こもら替えの。はい いろん,んなそういう党、ねはい、内構想が勃発する、だからこれが、ね、全体で見たときに、はい、自民党全体のエネルギーになっていくのか、ええええ、それともです、ね、自滅していくね、うそういう方向に働くのか。 やっぱりあの党内でね、やっぱりこういった議論であるとか、はいえー、ぶつかりが生じると、やっぱりそれがエネルギーになる、だから必ずしもマイナスでないことは確かだと私は思いますからねなるほど、えー、これがね他のところでも群馬だとか、新潟だとか、まあ、大体二階派とそれ以外の、まあ、大体清和会、今、うん、だ,とだとかとぶつかることが多いようですけれども、えー、まあ安倍さんのいるところですが。はい で、安倍さんはですね、あの、おそらく細田さん、このままでいくと、えね、あの、清和会のですね、トップの細田さんね。今、細田派で、この細田さんは、えおそらくですね、衆院議長になるでしょうから、森さんが全面的にプッシュしてますからね。で、そうすると、派閥会長、まあ、三権の長ですから、派閥会長のポストが空きますから。まあ、そうですよね、党籍も離脱しなきゃっていうことなですよね。まあ、これは慣例上のところですもう満を持して安倍さんが、 えー、清和会トップに戻ってくるんじゃないかなと私は思いますけどね安倍派、清和会になってたそうすると何、ね、が、うん、見えるかというと、はい、場合によっては安倍参戦っていうねおーやっぱりそこにも、うん、うんなってくるわけですがこれねこの間インタビューしたときはもう聞いた瞬間にありませんっていうふ <laughs> うに<い>、ね、<laughs> <laughs> おっしゃってましたけど、うん、いや 早いなと思って、考える素振りもないっていうのが。うん、いや、でしかも、今のところはっていうふうにおっしゃっていたように、私は記憶してるんですよ。<laughs> やっぱり党内からそういう声が湧き上がってくれば。うん。今やめたばかりですからとね、ご覧いただてました。うん、そして、あのー、ここへ来てまた、都知事。 はい。小池百合子さんが国政にどうなんだという話もてて。だから、ポスト菅をめぐってのせめぎ合いがそこが出てきてるんですよ。つまり、二階さんとしてはポスト菅のカードがない。あ<ー>つまり、そこでこ小池カードを握りたい。これで国民の人気のある小池カードを持ってるのは俺だぞみたいなね。はい。 そこにも絡んでくるというね。ういろんなことが、この解散総選挙に向けての思惑が動いてくる。はい、まあ、そのね、えー、最初の前哨戦と言っちゃおかしいけれども、一つのポイントというのが、果たして二階さんが幹事長続投できるのかどうなのか、この夏のですね、はい、水面下の動きは、いよいよ激しくなってくるんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。 えー、今日のスクープアップ、まあ、自民党総裁選の話からポイント幹事長人事というところをお話しいただきました、はい、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください